新しい私いろいろ始める仙台いろは。長くなったおうち時間、少しでも快適に過ごしたいですよね。そこで今回はお部屋の空気をきれいにしてくれるいいねなアイテムを調査してきます。いいね。やってきたのは先月オープンしたばかりのケーズ電機リフテン。この季節やはり気になるのが花粉ですよね。足立さん、花粉症対策におすすめのアイテムを教えてください。はい、花粉症対策におすすめなのが空気清浄機です。花粉は衣類などに付着して知らず知らずのうちにお部屋の中に入ってきます。空気清浄機はそんな花粉をしっかり吸い込んでくれます。部屋に花粉を持ち込まないためにも廊下や玄関に設置するのもおすすめですよ。なるほど。他にはどんなアイテムがありますか？はい、こちらの LG スタイラーは入れるだけで毎日着るスーツや制服をリフレッシュしてくれる優れものなんです。独自技術のスチームと振動で1日の汗による匂い、付着した花粉などのホコリやシワも落としてくれる LG スタイラー。これからの梅雨の時期に助かる除湿機能もついています。いいね。お部屋の空気といえば気になる最新のエアコンですが、買い替えのおすすめ時期ってあるんですか？はい、実は今なんです。暑くなってから交換しようと思っても取り付け工事の予約がいっぱいで、結局秋に取り付けなんてこともあります。早めの検討をおすすめしております。ケーズ電機では今エアコンの買い替えキャンペーンを実施中。下取りや値引きなどの特典があるんだそう。綺麗な空気でおうち時間を快適に。いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。